エルフが先駆けとなり、王女アイリスがこの学園に転入してきた。初日の挨拶、まずそこで誰もが心を奪われた。勉強は言うまでもなく優秀。入部したばかりの弓道部ではもうエース級の実力だ。美しく優しいお姫様、生徒たちはみんな彼女に夢中だ。彼らにはとても想像できないだろう。あの、シャワーを浴びてきました。想像してたよりずっとおしゃれで驚いてしまいました。そうか。先生はこういう場所には慣れていらっしゃるのでしょうか。初めてだよ。ごめんなさい、変なことを聞いてしまいました。いや、そんな、全然。援助をお願いするのは私も初めてなので緊張してしまって。かつては出会い系サイトが利用され、政府が運用を始めたのが援助システム。さまざまな条件から選ばれてアジンのサポーターとなった人間は、相手は機械で自動的にマッチングされる。だから。大丈夫ですか先生。アイリスさんのこと何かあったら相談してくださいね。ええありがとうございます。いやー、でも大変でしょう。エルフだお姫様だって騒がれる上に、お目付け役なんて厄介な仕事を押し付けられちゃって。厄介とは思っていませんよ。彼女も同じ一人の生徒ですから。ああ、なんかすみません。まあ、彼女たちの文化や生態は未知のことばかりですから。生態といえばいかがなもんですかね。教師としては黙ってられないですが、文化の違いとなるとね。まあ、その辺はこれからすり合わせるところなんでしょうね。こういう過渡期の時に犯罪。